皆さんこんにちは、桃坂マリア役の大西沙織です。幼馴染が絶対に負けないラブコメ第11話のキーワードはドキュメンタリーでございます。ハーディー駿がですね、ついにやり上がりました。裏で手を回し、芸能界の末春のですね、芸能界の引退のきっかけになった事件をばらまきました。末春のドキュメンタリーを撮ることで対抗する盆上同盟のメンバー、末春の過去に関わっている3人がインタビュアーになって過去に迫っていくというお話でございます。この話はですね、マリアのちょっと今まで見せていなかった一面が見れる話数になっているので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。第11話は6月23日に放送です。お楽しみに。くっそ、やりやがった。ママの警告を甘く見た報い、覚悟してもらいましょうか。一人ずつ順番で春の思い出の場所に連れていくから、今日の午後うちに来てくれる？完璧に計画通りにことを進めるんだ。